中のハーブ、ものすごいでかくなってきてます。まずセージ、こんなになっちゃっても、これ最初のハーブがまだ一応生きてて、ようやくでかくなってきた感じですね、ちょっとやっぱりゴールデンウィーク前に植えちゃうと育ちが悪いんで、ちょっと我慢してゴールデンウィーク明けぐらいに植えた方が良さそうです。セージが古いのはバンバン枯れてってるんだけど、新しいのバンバン増えてきてるんですよね、やっぱね。めちゃくちゃあのでかくなってお買い得ですね。同じようにローズマリーも、これは最初は本当にもう木一本みたいな感じだったのに、なんか今じゃわんさか増えて、この辺はかなりお買い得だと思いますね。ルーコラもダメですね、これね。なんかもう葉っぱちっちゃいし、なんか上に伸びちゃって、結構育てやすいっていう話で、一番最初に大昔に植えた時は結構ルーコラが強かったんだけど、なんかあんま長持ちないっていうか、これちょっと抜きます、そのうち。これパセリ中まで生きてるんでまずそうですけど、ちょっとほっといてほっときます。ほんでバジルがね、結構でかくなって、もう虫に食われまくり、もう本当にいい加減にしてほしい。金払いって感じで、もうほんといつもこのね、食いかけの葉っぱとか、ね、うちで料理使ってるんですけどね、ほんとに見てくれ悪いからね。結構なんか師匠の話だと、茎をやっぱりバンバン上をこう切っていかないと増えないらしいんで、最近茎からバッサリいくようにしてるんですけど、虫はちょっと枯れてきちゃってるんですけど、まあまだ一応こんだけ量があるんで、しばらくは大丈夫だと思います。こっちもあります。こっちはあんまり使ってないんだよな、これ。下がもう黄色くなってきちゃった。で、板パセ、例の板パセがね、アゲハの幼虫が来ないんだけど、不気味すぎって感じですね。最初はあの苗で植えた時にちっちゃくて、葉っぱちっちゃいんですよ、結構ね。育ちが悪いんかなと思ったら、ようやくでかくはなってきたんだけど、虫がつかないってことはちょっとやっぱり薬か結構使ってんじゃないかなと思って、ちょっと怖いですね。アゲハの幼虫も寄らないような板バセになっちゃって農薬よけまみれみたいな、農薬よけのなんか肥料とか、農薬よけじゃない虫よけの、下手したらラウンドアップとかね、そういうの使ってる可能性。うわ、これなんか病気みたいになっちゃってな、これ取ろう。これね、なんかね、取った方がいいらしいんですけどね、なんか変な色になってんの。こんなの初めて見たな。なんだこれ、紫になってんの、怖いんだけど。なんか、はい、こんな感じで一応やっぱりバジルといたパセは、待って、パスタリアで必須なの。